はい、ワンピースが大好きな神木です。皆さん今ですね、ワノ国、まあ、鬼ヶ島でいろいろ決戦があってるわけなんですけども、このですね、桃太郎を元にしてるとよく言われるじゃないですか。で、犬猿記事が揃うと、まあよく言われるわけなんですけども、これって結局ですね、誰のことだと思いますかね。はっきりしたですね、答えっていうのはまだ出てないんですよね。もちろんですね、桃太郎要素っていうのは、まあきびだんごだったり、まあ桃の助とかですね、そういうまあ要素はちょこちょこ書かれてますので、桃太郎のエッセンスがワノ国編にこう盛り込まれてるというのは、まあ言って差し支えないと思うんですけども、犬猿記事が揃うとは公式からは言われてないんですよね。だけどですね、もうほとんど揃いつつあったり、犬猿記事っていうのが分かりやすいじゃないですか。少年たちがこう見ても分かりやすいので、最後はですね、バシッとこれ揃うんじゃないかなと思うんですよね。ということでですね、今回はまあワンピースの最新話でですね、この内容をちょっとまた進めることができるかなっていうかですね、最新話の内容からあの人が結局来るんじゃないかと思ったことがありましたので、まあそのことと、もしもですね、桃太郎のですね、話通りになるなら、犬猿記事以外の部分ですよね、ワノ国編の最後はですね、こうなるんじゃないかというのがですね、ちょっとありますので、その辺を話していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、まずですね、桃太郎、主役の桃太郎ですね、これに該当するのは誰だと思われてますかね。はい、もちろんですね、これ桃之助だと思いますよね。そうだと私も思ってるんですけど、この前ですね、視聴者さんからですね、メッセージいただいたの面白くてですね、おたまちゃんが桃太郎じゃないかと言ってる方がいらっしゃってですね、誕生日が3月3日っていうことで桃の節句ですね、ですし、というかまあきびだんごをあげてるのはおたまちゃんじゃないですかっていうことで、まあこれ確かにそうなんですよね。家来にきびだんごをあげるのが桃太郎だとするならば、おたまちゃんこそ桃太郎に該当すると、まあ見ることはできますよね。思い返せばですね、桃之助は桃之助で、別に桃の部分は合ってるんですけども、子供の部分とかね、その辺は合ってるんですけど、でっかい竜になっちゃったりしてますので、ああいう桃太郎いないじゃないですか。なのでもしかしたら本当にまあおたまちゃんなのかもしれません。ただですね、ワンピースのまあストーリー上といいますか、ワノ国の主人公的役割という意味ではやっぱり桃之助なんじゃないかなと私は思っております。で、桃太郎がですね、犬猿記事を引き連れて鬼ヶ島で鬼退治っていうのはですね、これはですね、描かれると思ってるんですよね。もう鬼ヶ島っていうところに行ってますし、鬼退治だっていうことでカイドウをやっつけようとしてますからね、この辺はしっかり描かれるんじゃないかなと思っております。というところで、この犬猿記事なんですけども、まあ桃太郎は桃之助として、犬はですね、ヤマトですよね。犬犬の実幻獣種モデル大口の若身ということでヤマトで、猿がまあモンキー D ルフィですよね。で、ここまではすごくまあしっくりきてると思うんですよ、皆さんの中でも。で、残り最後記事ですよね。記事で、記事の候補っていうのはまあいくつかいてですね、まずマルコですね。まあこれはですね、白ひげ海賊団のまあ一番隊隊長っていうことで、エースの意思を継ぐ人物、その勢力のまあ代表的な人物ということで、その前の世代がまあ今の世代を応援するとか手助けするということで、確かに大きな助っ人になってますし、この今のワンピースの勢力図をまあ象徴するかのようなですね、助っ人だと思うんですよね。ちょっと前まで次期海賊王候補だった白ひげに忠誠を誓ってた人物がルフィにこう加担すると、もう思いを乗せるということで、マルコがキジアンっていうのもめちゃくちゃ納得なんですよね。現にまあ助けに来てますからね、というところなんですけども、マルコは別に鬼ヶ島のその頂上に行こうとはしてないと思うんですよね。ですけど、まあマルコっていうのはもう助けに来てくれた感じはするんですけども、なんか犬猿記事の記事かって言われると、なんかバシッと当てはまってるかどうかって言われるとまだわからないじゃないですか。もちろん今からの活躍次第ではあるんですけども、今のところまだマルコはですね、ちょこっと足りてないのかなと僕の中では思っております。まあちょこっとしっくりきてないという感じでしょうか。他にもですね、候補としては小紫、まあ日和がいますね。小紫のイメージ動物っていうのはクジャクですよね。あの着物にクジャクも書いてありますし、クジャクっていうのは記事化ですので、犬猿記事の記事がまあ日和なんじゃないかっていうところですね。で、他にもですね、両翼っていうことでゾロとサンジが記事の役割なんじゃないかという説もあります。記事イコール鳥っていうところで、記事に限定説ですね、鳥だったら何でもいいっていうことで、まあ両翼と言われ始めてる、まあ言われてますので、ゾロとサンジがキングとクイーンをやっつけたっていうところで、この犬猿記事の記事がゾロとサンジなんじゃないかとも言われますね。でもですね、今回のその最新話を読んで根強いですね、クザン説がちょっと強まったんじゃないかなと思うんですよね。クザはもう青記事ですので、もちろんその候補の筆頭としては昔から言われてたんですけども、なんせですね、今回の話でヤマトがですね、その地下の爆薬をですね、ナムジ氷河で凍らせてたじゃないですか。で、その爆薬をどうにかしなきゃいけないっていう時に、凍らせるっていうのがどうもキーワードになりそうな感じがするんですよね。で、ヤマト自身は全部は防げないみたいなことは言ってますので、あれ以上の氷属性の人が現れないと、凍らせて爆薬を沈めることはできないと思われるんですよ。そういう点でもクザンが来るんじゃないかというところがありますね。そしてさら
にですね、その地下だけじゃなくて今鬼ヶ島全体が火事なんですよね。火の海になってて消死者がめちゃくちゃ出るぞみたいなことを言われてましたので、そこってその火を消す役割ってですね、マルコにはできないと思うんですよね。あの炎はそういう特性を持ってないと思うので、あの火を沈めるという役割が来なきゃいけないと思うんですよ。そうなってくると、あの広範囲を氷漬けにできるクザンというのはここで出てきておかしくないかなと思います。でクザンっていうのは一人でこう動いていて、もちろんいろんなことを考えている重要人物ですので、ワノ国でいろんなことが起きてるとか、ワノ国でどうこうすれば未来がですね明るくなるとか多分思ってるはずですので、今この場で来て犬猿記事がバシッとここで当てはまるということはですねあり得るんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしょうか。皆さんはその犬猿記事の記事誰だと思いますかね。誰が来てもね最高なんですけどね。今回の話を読むと、爆薬を凍らせたヤマトを見たらですね、そのクザンの強力な冷え冷えの身の力がいるんじゃないかなと思いましたね。いかがでしょうか。またですね、この犬猿記事がですね揃ったらですね、もうワノ国のラストも桃太郎要素がちょっと含まれて終わるんじゃないかなと思うんですよね。で桃太郎の話っていうのはもう最後ですね、鬼ヶ島から宝を奪ってそれを持って帰って幸せに暮らすというラストなんですよね。でこれからですねワノ国の最後を考えていきたいんですけども、まあラスト桃太郎は怯えることなく勇敢に立ち向かい、犬猿記事の助けを借りて見事勝利、鬼はもう悪さはしませんと鬼ヶ島に許しを乞いました。桃太郎は鬼を許してあげ、鬼からお礼にと宝物をもらい、おじいさんおばあさんの待つ家へと帰りました。桃太郎は鬼からもらった宝物を村のみんなに分けてあげました。そしておじいさんとおばあさんといつまでも幸せに暮らしましたとさ、まあこういう桃太郎終わり方をしましたよね。でこれをですねワンピース版に置き換えるとですね、こういう話になってくるんじゃないでしょうか。桃之助は怯えることなくカイドウに勇敢に立ち向かい、ありえそうですよね。もちろん人たち入れたいと思ってますし、スナッチと言いながら危機はしないんですけど人たち入れるんじゃないかと思いますよね。ヤマトルフィクザンの助けを借りて見事勝利、まあ、ここがクザンなのかマルコなのか、また他の記事案かっていうとこですけどね。カイドウはもう悪さはしませんと桃之助に許しを乞いました。ここがちょっと違和感あるんですけど、カイドウの心までこう誘拐してあげるというか溶かしてあげるようなところがあると面白いですよね。で桃之助はカイドウを許してあげ、カイドウからお礼にと宝物をもらい、おでんや時がいたおでん城へと帰りました。これがねオロチ城っていうか花の都のお城に帰りそうなところもあるんですけども、とりあえずお城へ帰ると。でこの宝物っていうのはキーワードになってきそうですよね。ロードポーネグリフとかですねあるんですけども、開国にまつわる何かまだ明かされてないものすごいものだったりもするのかもしれません。それがカイドウがですねワノ国にこう居座ってる理由とかですね結びつきそうですよね。で桃之助はカイドウからもらった宝物をワノ国のみんなに分けてあげました。そしてワノ国のみんなといつまでも幸せに暮らしましたとさ、まあこういう感じで桃太郎オマージュをするならば終わるんじゃないかなというところですね。でもこれまああながちなくもないなというところですね。大きくは違わないと思うんですよね。カイドウをやっつけてワノ国の人たちで幸せに暮らす、それをやってくれるのはルフィなんでしょうけども、腹いっぱい食える国になって幸せな国になるというところで終わるんでしょうね。はい、果たしてこの桃太郎オマージュで終わるのかどうかですね、その辺もちょっと楽しみなところですね。はい、またですねこれワノ国のラストの風景っていうのをちょっと考えたいんですけども、これ前ですね小屋ちゃんコラボで多分話させてもらったんですけど、空船がですね重要になってくると思うんですよね。まあ最新話というか1個前の話でも空船にこう願い事を書いてるシーンがありましたけど、あれっていうのは火祭りの夜にバーッと一斉に打ち上げるんですよね。亡くなった人たちをこう弔うために盛大に放つということが分かっておりますので、あそこがですねワノ国の最後のもう見開きの一コマになるんじゃないかと私は思っております。というのもですね、あのランタンみたいなものがバーッと上がるっていうのはタイとかでもですねああいう祭りがあるんですよね。ローイクラトンというですねお祭りがあるんですけども、これは収穫に感謝して自らの罪を清める祭事ということで、チェンマイでですねコームローイという点灯をですねバーッと飛ばすっていうですねこういう写真のですね行事が合ってるんですよね。こういうシーンで終わると思うんですよ。ワノ国もですねあの空船がバーッと舞い上がって終わると、もう今までですね犠牲になったワノ国の人たち、まあおでんとかもそうですよねとかの思いを乗せてバーッと打ち上がって、もう昼のような光景になると。でそこをワノ国というのはこう競り上がってますので、サニー号がクードバーストをしてワノ国の外にバンとこう飛んでいくというシーンでですね終わるんじゃないかなと思いますね。ちなみにですね熊本でもスカイランタンフェスティバルっていう、まあ人吉市だったかなで行われたことがあるんですけども、熊本つながりですねそういうことが描かれる可能性もあるんじゃないかなと思います。
はい、皆さんはですね、桃太郎オマージュがワノ国編で起こるのかとか、まあ犬猿記事の記事が誰なのかとか、はたまたワノ国のラストはこういう光景で終わるんじゃないかっていうのがありましたらですね、ぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、ワンピースの最新話の感想とか考察、伏線などを話しておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またですね、動画が面白かったなという方はグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。いや、神木さん面白かった、面白かったけど、それより自分はいい加減カニの剥き方知っときたい。なんかそういう機会があった時に恥ずかしい思いしたくないから、カニのさばき方見ときたいっていう方は、概要欄にカニのハサミでの剥き方のやり方がわかるサイトの URL 貼っておきますので、そちらから飛んで、この機会にカニの剥き方、じゃあね。